水のいろんな形が集まってシアター・フォー・オール・文字黒い直線からラーニングが現れる。シアター・フォー・オール・ラーニングへようこそ。これから、ある作品を感じたり、解釈したりするためのウォーミングアップを始めます。クエスチョン。作品を感じ考えること。クエスト。考えたことを行動に移すこと。 この二つのキを持ってお楽しみください。今日のクエスチョンは、見えない聞こえない世界であなたはどんなふうに感情を伝えますかです。ドキュメンタリー映画、朦朧を生きるの監督、西原隆です。朦朧を生きるの、えー、企画を、えー、しました大コー直之と申します。 えー、映画《猛狼生きる》は、えー、全国に暮らす8名の猛狼者を取材したドキュメンタリー映画です猛狼、えー、者とは、えー、目と耳の両方に障害のある方を猛狼者と言います、えー、全国に1万4千人ほど猛狼者はいるというふうに言われていますがその方々の中、えー、全国8名を取材し記録したドキュメンタリー映画です猛狼ってどんな障害ですか っとろうとはですね単純にこう見えなくて聞こえないだけではなくって全く見えない人聞こえない人もいれば、えー、少し見えて聞こえない人とか逆に全く見えないけど少し聞こえる人とか、えー、少し見えて少し聞こえるという人とか。 えさまざまな重なり方をする人をその人をすべて盲老者というふうに呼んでいますうん。具体的な区分としてはどういうそうですね。えその盲老という障害もその障害を受けた順番でえっ、ー、とその文化背景が変わってくるんですね。例えば、えー、全く目が見えなくて耳が聞こえてる状態で生活してきた人が耳が聞こえなくなって もは場合はそのモベースと言って日本語とか音声をずっと使ってきた経験を持つ盲老者になりますけれども一方で聴覚障害老者で手話をずっと使ってきた人が後になってこう目が見えなくなった場合は手話をベースとして使う盲老者ローベースの盲老者のようになります、うん。なるほど。全く見えない方はまあいわゆる全盲老っていう,うい、ね、そうですね全盲老と言いますね。うん、はい、えー。例えば少し え聞こえて全く見えない人の場合を「毛難聴」それから少し見えて全く聞こえない人を弱視論それから少し見えて少し聞こえない人のことを弱視難聴のように定義していますでもあれですよね日本にこういわゆるこう「毛羅」っていう障害の区分がないですもんね。 聴覚障害とか視覚障害という障害区分は日本にはあのあるんですけども、実は盲老という二つ重なった独自な特性を持っているんですけども、その障害盲老という障害は日本の法律上は定義されていないんですね。なので逆に言うと盲老の人のためのサービスとか社会的システムっていうのは今ほとんどまだ未整備な状態というふうに言っていいと思います。全国にどれぐらいいらっしゃるんですか。はい、えっ、ー、と平成二十四年に 調査がなされていて現在1万4,329人いるということは分かっていますけれどもでも実際にですねこうお名前が分かっている人いわゆるその盲論者の団体に登録してこう通訳のサービスを受けている人はまだ1,000人ぐらいしかいないと言われていてほとんどだから1ら3,000人以上の人の実態が分かっていないというのが現状です。職種は 指点字ってどんな言葉ですか？大おこさんの盲老、えー、老者のコミュニケーションにもいろいろあると思うんですけれども、はい、代表的なものを教えていただいてよろしいですか？そうですね。えー、っとまず、えー、触手話というものがよく使われています。えー、それから、えー、まあ指点字というものも有名です、うん。触手話っていうのは具体的にどういうものですか？はい、えー、っとまあ普通の手話ではなくて、まあ触手話その通り、えー、触っ で、えー、コミュニケーションを取る手話ということで、えー、普通は見るために表す手話を、えー、手で触って読み取ります。じゃあちょっと実際、そうですね。触手話をやっていただいて、はい、私がじゃあちょっと相手役をやらせてもらいます。はいえー、お互いにモロシアでもないので、嘘っぽいかもしれませんが、<laughs> はい、こんな感じで私が表します。えー、私の名前は、えー、大河内大河内と申します。 よろしくお願いいたします。こんなような感じでしょうね。うはい。メッセージを伝える人が手話をやって、そうですね。はい。で、えー、伝える人の手のを、えー、読み取る人が外側からこう包み込むような感じで、えー、読み取るというのが触手話となります。まあ、なのでその、えー、見る手話よりもこうあの表現する、えー、ゾーンをこう狭くするような触りやすく表すというのも特徴となっています。じゃあおさん次に指天使を ご説明いただいてもいいでしょうか。え、はいはい、指展示というのは指を使って展示の仕組みを使って言葉を伝えるものです。えー、じゃあ実際にやってみましょうか。はい。はい、えー。このように、えー、まあ両手の人差し指、えー、中指、えー、薬指、この六本を使ってこの上にこう展示の仕組みを使って言葉を伝えます。えー、例えば、えー、あいうえー。 をのように、えー、打ちます。はい。五十音全部ある。んです、ね、そうですね。もちろん、点、え、字、ー、ですから、五十音全部あります。今のこのあいうえをまあ、この三つの点が、こうアイエ、あいうえをいわゆる母音を形成する点字で、これに例えば。か、き、く、け、このように、この。点をつけていくと、かきくけこ。例えば、次に、これをつけていくと、さしすせそ。のように、うえー、まあ、すべての五十音。 え、濁音等々がすべて用意されています。はい。じゃ、あちょっとありがとうってやつですね。はい、はいえー。ありがとう。はい。こうやってコミュニケーションを取っていくんです、ね。はい。こうやって、聞こえない人、見えなくて聞こえない人に、言葉を伝えていきます。コロナになって、触るコミュニケーションはできていますか。あの、基本的にもう触らないと。 話がでできないわけですしであの触らないと、えーね、人と関わることができない、えー、わけですからもう触らざるを得ないんですよねだから逆に触らないということは何もするなということになってしまうので、えー、まあそこはもう,、えー、もう感染対策をしっかり行った上で、まあ、あのやっぱり、えー、こう触るコミュニケーション触ることそれから一緒に活動することというのを やらざる得ないといととうことですねのでもちろん感染、えー、させないしないっていうことは大事なんだけども一方であの全くこう触らないと何もできないような人たちの、えー、しんどさみたいなものもやっぱり同時に考えていく必要があるのかなというふうには思いますね。 そうですよね。やっぱりこう健常者のこう、うん、なかなか考えだとそういう触らな、はい、触るコミュニケーションを取ってるって人がいるっていうこともなかなかわからないし、ね、簡単にこうロックダウンで会わなければいいだろうって話にすると、そこでこぼれ落ちてしまう人がいるような気がしますね。すね本当にそうだと思います。うん、一方でこうその結構皆さん LINE だったりメールで文字のやり取りもされてるじゃないですか。はいはい、その辺のこう。 重要性っていうのはますます高まま高っていくんあ盲ろうの人の場合はですね、えっとまあ、特に全盲ろうの人の場合は本当に点字、えー、を使ったデバイスがあって、まあ、そういうものを使わないと実は文字のコミュニケーションができないわけですよね。まあ、逆に言うとそういうものがあることによってあの、まあ、遠隔地の人とも、えー、初めて、えー、連絡を取り合える。逆に,逆に言うとその電話とかテレビとか。 ラジオみたいなものも全く活用できないですのでそのメールみたいなその、えー、まさにその、えー、電子的なコミュニケーションがすごく重要になるということでもあります。といさん「もうろう者の、まあ、支援をする方」を通訳介助者っていうふうに呼ぶと思うんですけど、はいはい、その方々が今だなかなかこう派遣できていないっていう現状があるっていうふうに聞いたんでですすけどうん、うん、そうですねあのもちろんあの全くできていないわけではないんですけれどもただですね 対策の一環としてやっぱりこうえ何か起きるとこう責任が取れないからということで派遣をえまあ見合わせているという地域もあって結局そうすると「盲うろう者」は何もできない状態でおうちに閉じこもるということにしかならないというえの実情もえ地域によってはあります。盲盲者にとっってて映画ってどんなアートですか老の方 はやはりこう職手話だったり指点字を通してコミュニケーションをとっていて、まあ、あの目が見えなくて耳が聞こえないので、はい、映画っていうもの、まあ、映像っていうものをなかなかキャッチすることが難しいと思うんですけど「はいまああのろう生きる」の映画の中でも東京大学の福島聡教授がにインタビューさせてもらってその中の言葉で「こうろうん、あの朦朧者は映画を直接的にキャッチできないだけど君たちはこの映画を作ってる」ってそういうジレンマがあるっていうような話があって。うんうん それはすごい僕の中でもすごい大きな問いだったんですけど大、はいはい、子さんはこうなんていうかな「朦朧者の方々に映画を届ける」っていう活動もされてるし、はい、まあ実際この「朦朧を生きる」っていう映画も作ってみて、はい、その映像映画というものとどういうふうに向き合って実はその朦朧の人たちにとって映画というのは何ができるのかというのは、まあ、僕もその映画をバリアフリー化する、えーまあ、あの立場としては。 ずっとテーマではありますで一回その、えー、一年間研究でですね盲者に映画ををてもらううという、えー、取り組みまあのまあ職手話でやったりとか職手話を受けながらその映画を通訳者に通訳してもらいながら見るとか指点字で見るとか台本を渡すとかあとは映画だけれども、えー、3回ほど休憩を入れながら映画を見るとかそういう取り組みをいろいろやってみたんですけども。 結局やっぱりなかなかわからないという批判がすごくあって本当、うん、厳しいなっていうふうにえその年は思ったんですけれどもでその上映会ちょうど12月ぐらいになったんですね。でその次の年もその研究が終わって次の年にあのいろいろこう批判された「盲ろ者からね、うん、あの今年はやんないの?」って言われたんですよね。でそのの時にあやっっぱり映画っていうのは そのコンテンツが分かるとか分からないだけではなくってそこに集まっていろんな話をしてその映画について語ったりとかまあ分かんないっていうこう批判も含めてコミュニケーションをすることも含めてこう映画なんだなって思った時にやっぱりもろ聞こえなくてこう見えない人にとっても映画っていうのはも,ものすごくやっぱ意味があるんだっていうふうに思ったんですね。でそのことはやっぱりこれからもずっとこう もう映画はまあ僕はそのバリアフリー化する立場ですけれども、映画も全く無意味だとか無関係だっていうふうにするんではなくって、うん、あの逆に直接キャッチできない存在だからこそえなんかこう問い続けていかなくちゃいけない関わり続けていかなければいけないえ存在なのかなというふうにえ思っています、うん。も盲労者の方にとってもやっぱり文化芸術っていうのは重要です。そうですね。うん、でやっぱりそのえ場を共有することとか。 そのね情報を共有することあとそれこそ映画っていうのはねこう集まってみんなで見るものでもあるので、えー、その時間を共有することもとっても大事なことだし多分そういう役割を映画って担えるのかなっていうふうに思っています今日のクエスチョンは見えない聞こえない世界であなたはどんなふうに感情を伝えますかですクエスチョンを持って作品に向かったとき どんな驚きやワクワクがあなたを待っているでしょうアーティストや学者の視点ユニークな表現や感じ方に触れた時あなたの中の未知の扉が開かれるかもしれないさあ大人も子供もも張り切って作品鑑賞から広がる世界に心をすましてクエストしよう「文化庁シアター・フォー・オール・ラボ」。 シオー,ール,ボールパイプ,プリコブ。